なものは可愛いものです。わん、プレゼントが届いています。何かご用でしょうか。そういえば、馬体はいい感じですね。まずまずですね。私は刺し馬が好きですね。ワクワクするレース展開じゃありませんか。いい感じですね。いい感じですね。ご用でしょうか。一番人気ですよ。ただいまより投票受付を開始します。秋の電撃王決定戦スプリンターズステークス、果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。
ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、さあ気合はどうなんだ。肩のアイコン、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。アグネスワールドがかわしていきました。大宅ヤマト、そのうちからはユーアファルコン、そして5番手に大気トレジャーであります。マイネルラブが並んでいます。そしてそのうちにキングヘイロー、4番ブラックホーク、そしてその後ろから1番シンボリインディー、それから離されまして次の早風。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。旗のアイコンが4番手といったあたり、さあ先頭はアグネスワールドが2馬身リード。依然先頭アグネスワールド、ちょっと差がある。アグネスワールド先頭、1番内アグネスワールドが粘っている。旗のアイコン懸命に追った。アグネスワールド1着。スプリンターズステークス勝ったのは3番アグネスワールドだ。ご用でしょうか。クエストを達成しました。クエストを達成しました。何かご用でしょうか。ご存知ですか。いい感じですね。まずまずですね。ご用でしょうか。ご存知ですか。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。各国のベストマイラーが香港マイル12頭スタートを切りました。
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。花を切ったのはチャーミングシティ。外を通りましてムーンタティール3ラインが上がってまいりました。バティアー1番デスパロッサ、その後ろでやりましょうか。カタノアイフォン、それからニュートランプス、10番シンボリインディ、9番ダンシリ、そしてその後ろからエレクトロニックユニコーン、ちょっと離れて4番ディクタットでやります。外を通って12番フェアリーキングプローン、まもなく第3コーナー前でありますが、前先頭を行くのは3番チャーミングスティ、4分の3馬身リード、黒い帽子にご注目ください。これが1番人気の3ライン、5番ムータティール、これと一緒にバティアー、そして5番手に1番デスタロッサでやります。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった、先頭チャーミングシティ足が止まった、抜けた抜けた、2番サンライン、カタノアイフォン、ここからどう伸びるか。先頭チェルズとサンライン、外から1頭カタノアイフォン、3番手にカタノアイフォン、ディクタット懸命に追う、ディクタットも差を詰めてきている。ムータティール1着、香港マイル、勝ったのは5番ムータティールだ。何かご用でしょうか。